青木モーターステーション。メールいただいております。こんにちは。先日録画しておいた MotoGP マレーシアグランプリを見たところ、青木さんが出てびっくりあ、青木さんと言ってしまいました、今度ね生で一度レース見てみたいというですね、はい、女性の方、ディオさん、女性の方、いや嬉しいですね。嬉しいですね。ぜひモテキにね来年見に来てほしいですね。本当ね。でもテレビで見た方が近くに見えますよね、うん、って書いてあるんですけど、近くに確かに見えるんですけど、あの迫力は生じゃないと分かんないっていうところがありますよね、はい、ということでぜひねレース場にお出かけくださいませ。今日はですね MotoGP のグランドファイナルバレンシアで行われたレースの話なんかもしますので、このまま、聞いていただきたいと思います。青木モーターステーション始まり始まり。青木モーターステーション、この番組はモーターサイクルパートナー柳瀬オート、ブリヂストン、ツインリンクモテギ、上里建設の提供でお送りします。ドゥカティ、楽しさと美しさに限界はありません。モーターサイクルパートナー柳瀬オート。はじめまして、ブリヂストンの関です。こうして差し出される名刺の大きさが二輪車タイヤ1本あたりの設置面積、最高峰のレースではこのわずかなサイズの上で時速350キロ、バンク角60度の争いが繰り広げられる。レースのテクノロジーを注ぎ込んだ二輪車用タイヤバトラックス、極限を知るタイヤがあなたを楽しませる。ブリヂストン。ピーン。ハローウッズに遊びの森誕生。ツインリンクも敵。神拳は最新最速であり続ける。未来を全力で挑み続け、お客様の利益と繁栄を常に考えます。私田所純は神拳のサポートで全日本ロードレースを戦っています。コンストラクティングフォーザフューチャー神里建設神拳。はい、鈴木モト GP 開発ライダーの青木信厚です。小島貴博でございます。2017モト GP グランドファイナルということで、はい、11月の12日ですね、バレンシアの方で、まあ、最終戦ということになりますが、行われました、はい。これは信さん、どういうレースだったんでしょうか。これもね、今年のモト GP を象徴するようなレースで、はい、まあ、結果から言いますと、はい、マルケスが3位に入って、マルケス3位、4回目のモト GP チャンピオンですよ。若干24歳にして。おめでとうございます。すごいね、すごい、はい、でこのレースの中身が、うん、マルケスが転んでしまわなければ、まあ、ほぼほぼ転んでしまわなければもうチャンピオンが確定みたいな感じだったんですけど、途中こう2位で様子を見てたんですね、マルケスが。おうおう、マルケスが様子見てて、よしじゃあこっから行くぞ、ラスト何周かな、スパートをした途端に、1コーナーでギューってフロントタイヤが思いっきり滑って、もうほとんど転んでたんですよ。でもそれをミラクルセーブしてでまた戻ってきて、転びそうになったのをミラクルセーブでもう一回立て直したの、走りながら。そう、はあ、でまあ一回それで5番まで下がってしまったんですけど、でも転ばずにそこで踏みとどまって、でその間にこうドビーちゃんとか前にビューって行っちゃったんですけど、はいはいはい、その同じ週に今度ドビーちゃんが転んじゃったっていう、コースアウトして転んじゃったんですよ。おー、チャンピオンがそこの時点でマルケスが決定という形になったんですけど、いやー本当にドラマチックなレースでしたね。いやすごいですね、なんか誰も予想しない誰も感じの展開ですね。そう、まあこれで2017年終わりということで、まあ、マルケスの、まあ、トップ優勝ということで2017年閉じたわけですけども、はい、2017年振り返ると、うん、今年のモト GP は野茂さん的にはどういうような印象でしたか。まあ、マルケスとですね、うん、ドビチオーゾ、うん、まずドビチオーゾが誰もチャンピオン争いに絡んでくるとは誰も想像できなかったんですよ。デュカティね、そうなんですよ、はいはい、
でこれがいつ頃だったかな、割と前半のイタリアぐらいだったかな、そこからこう勝ったんですよ、いきなり、はいはい、おーどうしたという感じでですね、あまあでもあの1回ぐらいあるよねみたいなそんな感じだったんですけど、またその後もどんどん勝って、結果その年間6勝ですよ。うわーすごい。でマルケスも6勝でドビちゃんも6勝、本当にそのどっちがチャンピオンになってもおかしくないっていうような状況で今年のこの MotoGP は今年進んでったわけなんですね。あの開発ライダーをやっている鈴木はいかがでしたか見て見てて、まあ、前半はすごく苦しんだんですけど、うん、後半の4戦になったらなんかあらなんか去年のいい状態に戻ってきたねみたいな感じで、まあ、最後はですね、アレックス・リンスという、まあ、スペイン人の若いライダーが4位に入ったり、はい、で同じレースで、まあ、6位にイアン・ノーネが入ったりという感じでこう復調気味でですね、こう尻上がりで終えたんでとりあえず良かったかなという感じでしたね。これで、まあ、シーズンオフを迎えるということですけども、こっからノブさんは開発で忙しくなるってことですね。そうです、冬が忙しいんです、ね、冬が忙しい言うですね、まあこういうような展開でございました。さあ、まあ、あのサーキットというとタイヤは RS10。 およく勉強してる。皆さんぜひもう本当にあの寝る前に1回言ってくださいサーキットの場合はタイヤはRS10 私も覚えました、まあ、そういうようなレースで2017年皆さんもね、楽しんだことと思いますけど、いやーすごいレースの展開でございます。また来年も期待いたしましょう。一曲聴いてください。小島貴博でディスカバリーデイ。夢は乗せてけなりゆきに任せろ、暗闇の海原というわけで2017年モト GPB を振り返ったりなんかしてますけども、なんとですね、これはレース外なんですけども、レース外でもまあこれあの活躍してた人がまあいて、うん、はい、でノブさんも随分お世話になった方がいると。そうなんですね、聞いたんです。この人はどういう方なんですか。このモト GP はまあ、CS 放送でやったりですね、はいはいはい、あとはこう最近ネットで見れるんですよ。でそれをこう、まあ、全世界に配信してるわけなんですけども、うん、まあ、ニック・ハリスさんっていう、コメンテーターっていうんですかね、はは、あの実況する人いるじゃないですか、はいはい、イギリス人でいらっしゃるんですね、。でこの方が私が21歳の時に世界グランプリに出てった時に、まあ、その当時まあ、今は亡きこのタバコのブランドの、広報マンをやっていたんですね、で、まあ、ホンダ系のチームだったんですけど、うんうんうん、でそこに、まあ、僕 もその当時はホンダ系で走ってたので、で行って何もわからないです、この東洋 の、うん、あの兄ちゃん21歳の兄ちゃんがですね、行っていろいろこう世話になったわけですよ、あこのニックさんに。そうなんですよ、はい、で、まあ、その後いろいろこう携わって、まあ、35年この GP の世界で、で、まあ、最後この MotoGP.com という、実況でですね、もう17年かやってて、で今もう70歳なんですけども、そうそう、なので、まあ人生のほとんどそのねグランプリの世界でこう活躍してたしてくれて、まあ、この間のバレンシアを最後にして、まあ、引退しますという感じで、実況みたいなのもなさってたっていうことなんですか。そうなんです、そのネットモト GP.com と、はい、というところでこう見ると必ずその人がもうこうああバレンシアもうバレンシアああってこういい感じ の、 このテンションでやってくるので、やっぱ僕らもやっぱりこうそうだよね、高揚するよね、面白いすごいしますんです。だからね、そういう盛り上げてくれる、ね、すごい実況のアナウンサーでしたね、その方のですね声の模様をちょっとね録音してあるということで、ちょっと聞いてみたいと思うんですけど、ちょっと流せますか。はい、プロントプロントプロント、シャリニック、これはねニックですね、あのニックとそのロッシがプロントプロントってイタリア語でもしもしってこう言ってるんですね。で、まあ、この状況を話しますと、あの木曜日に定例会あの記者会見があるんですね、はいはい、ライダーと、であとこのさっき冒頭のニックさんがこのインタビュアーで言ってるんですけど、でこの、まあ、この
最後の時にライダー側から感謝の気持ちとして映像をプレゼントしたんですね。でこの映像はねまたね泣けるんですよ、ね、これもう話だけでも泣けるね。でそのまあ代表になったのが、まあ、ロシがこう全部まとめてくれてやってくれたんですね。だからね、はい、そうニックさんはそれもらってやっぱりだいぶ感動ですよね。いやもうねもううるうるでした、ね、映像見てたら。うん、まあそういうことではノブさんもお世話になったというニックさんね、長きにわたって、はい、まあ、大健闘ですね、元 GP のね、はい、ご苦労様でしたと言いたいですね。さあそしてまあこれでまあね、今まで活躍してきた人が、うん、まあ、引退ということになると、うん、またレースの世界はいろいろ新しい動きがあるそうで、はい、そうですね、2018年にはなんと元 GP ライダーで新しい新顔が加わるというニュースがあるんですけど、はい、この方はどなたでしょう。はい、日本人でですね、久々ですね、うん、中上貴明君が、はい、もう出光ホンダで、来年モト GP フル参戦ですよ、はい、だ彼はモト2というその下のカテゴリーでもう 5,6 年かな、こう修行をして、でここ 1,2 年でですね、こう優勝争いを常にするようになって、で来年やっとモト GP のライダーとしてデビューすることが決まってですね、いや応援したいですね日本人、ぜひ、はい、中上貴明選手、はい、皆さんも覚えていただきたいと思います。一つ聞いていいですか、うん、これ MotoGP から誘いがあるときって何で連絡あるんですか。何で連絡があるノブさんの時はどうだったんですか、うん、ちょっと歩いてたら、うん、ノブそれはね、まあ、ある意味このシークレットのことなんで。そうだよね、だからどうなんですか。俺の時は電話でしたね、携帯電話にこう電話があって電話かかってきた、はい、はぁ、ね、この話はここでしか聞きませんよ皆さんね、サーキットといえばタイヤは RS10 覚えましたかということで、来年の MotoGP も期待しましょう。はい、さあというわけで今日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。まず、ドゥカティのなんか新車が出たそうですね。これパニガーレというまあ、最高峰のスポーツバイクがあるんですけど、はいはい、これがねまた全部一から作り直して、エンジンから、はあ、まあこれね、そのスポーツタイプだと230何馬力とか言って、そんなに出してきたのみたいなすごいエンジンを積んだ、はい、バイクが出てきます。なるほど、これはあのやらせようとドゥカティ高崎の方に、そうですね、来年あたりに春頃だったかな、あの日本にデリバリーが始まると思いますので。なるほど、なるほど、秋山県庁にね、まあ、我々もあれだね、あのちょっと番組としてはちゃんとチェックしていきたいですね。そうですね、期待しましょう、はい、それからノブさんのキッズバイクが11月26日日曜日、はい、伊勢崎オートの正面ゲート前で10時半から整理券をお配りしますので、はい、ぜひぜひお越しください。11月26日いい風呂の日でございますのでねご家族で来ていただいてそれでレース進んでいいお風呂入っていただければと思っております、はい、というわけで今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました。お相手は青木のバツと小島貴博でした。それではまた来週バイバイ。バイバイ。青木モーターステーション、この番組は柳瀬オート、ブリヂストン、ツインリンクもてぎ、上里建設の提供でお送りしました。